悪い。責めるのは昨夜の面白かった特番に行ってくれ。ふーん、女の子との待ち合わせに遅刻して言い訳がそれってわけ？兄ちゃんだって今来たばかりなんだよ。ゆうべの密着24時間面白かったしねえ。けいちゃん、あのあとレナ大張り切りだったらしいよ。別に俺がけしかけたわけじゃないだろう。から今朝まであのテンションらしいよ。責任取れんの？わかった。俺も男だ。責任は取る。俺も5キロ。手伝いはするけど、全部食べるんだからね。レナを悲しませたら許さないよ。こんにちは。あら、そちらは確か前原くんだったかしら。なんで俺ってこんなに有名人なんだ？悲しいかな。日南沢は人が少ないからね。みんな顔見知りなんだよね。つまりなんだ？知らない顔が歩いてれば、それは自動的に新しく引っ越してきた前原さんってことになるわけか。うん、そういうことになるね。狙撃で将来の夢は超A級スナイパーだとか。それで今の人は入江診療所の看護師のミオさん。趣味は野鳥の観察と撮影だって。すれ違った全員の名前までわかるのかよ。プロフィールまで。はあね、ここいらは都会みたいにご近所付き合いが希薄じゃないからね。試しに聞いてみよう。今ここにいる俺は誰だ？転校してきてようやく3週間。趣味は昼寝。最近トランクス派に転校したよね。もういい。トランクス、それもいい。これじゃあさ、俺のための案内ってより俺のお披露目みたいだな。そうだね。うちらさ、
これだけ賑やかに練り歩いてたからね。みんな思うんじゃない？ケイちゃんも雛見沢に馴染んでくれたんだって。雛見沢は過疎だから、村中みんなが新しい仲間を歓迎してくれてるの。手に鼻でいいわね。どう？生活はもう慣れた？グッド。でね、そろそろお昼にしぬかな。俺も男だ。努力はする。だが量が多すぎる。よしけちゃん、ここはおじさんに任せなさい。レナ、どうせ食べるならさ、見晴らしのいいところで食べない？ここはね、古出神社っていうの。多分見晴らしが一番いいところかな。ここの場所、よく覚えといてね。もうすぐここでお祭りがあるんだから。へえ、祭りにしちゃちょっと早いシーズンだよな。渡流しは夏祭りじゃなくてね、昔は冬の終わりを喜ぶお祭りだったらしいよ。弁当を広げてっと。こんにちはです。騒がしいから来てみれば、これは何ですの？見りゃわかるだろ。これからランチタイムだ。ビュッフェスタイルだ。レナの手作り弁当に舌鼓だ。そんなの見ればわかるでございますわ。どうして人様の庭でござなんか広げてますの？神社は公共の場所だぞ。勝手に独占するな。ケイチの言う通りですよ。みんなのお庭にしますです。やっぱりリカちゃんはいい子だな。座りな、そこ。一緒に食べよう。ちょっとお待ちなさいな。私はどこに座ればいいんですの？お前に座る場所はないし、食べる分もない。大丈夫だよ。サトコちゃんの分もちゃんとあるから。ない。サトコの分も俺がいただく。そんなことは許せませんの。お箸です。いやはや、ケイちゃん乗せるのうまいわ。ほんと才能あるのかもしれない。はい、お皿。みーちゃんもリカちゃんも。僕たちも頑張らないとなくなってしまうです。そうだね。弁当行くかな。いっぱい食べてね。ちゃんとみんなの分あるから。そのハンバーグは渡しません。
いや、肘は反則だろう、サトコ。襟首をつかむのも反則でございます。最後のミートボール、包丁サトコ、破れたり。日本語ってやつはさ、どうしてこう味に対する賛辞が少ないんだろうな。食事中のだんだんって考えが、そもそも近代に入ってからだからじゃない？昔の人は無言で食事を済ませたそうだし、作る人もちょっぴり寂しかったろうね。きっと昔の人は食べるのに忙しくて味を褒める暇もなかったのですわ。美味しいの一言だけでも嬉しいよ。苦労の甲斐があったかなって。美味しいです。なんだよ、サトコ、その挑戦的な目は。皆さんにはレナさんのリンゴを獲得できるだけの賛辞が用意できまして。強気じゃんよ。ボキャ品のあんたにどんな賛辞が思いつくってんの？では、ご覧あそばせ。あのね、レナお姉ちゃんのお弁当美味しかったよ。悔しければレナさんにご褒美がもらえるような賛辞をお考えあそばせ。サトコ、それで勝てたつもりとはね。あんたらの底の浅い技とは訳が違うものを見せてあげようじゃない。それは頼もしいぜ、ミオ。それはどんな技なんだ。やるのはケイちゃん。はぁ？見せてもらおうではございませんか。戸島のあがきを。本当に美味しいよな。これってさ、全部手作りなのかい？あ、実はね、これほとんど冷凍ものなの。じゃあ、レナの手作りのってどれだい？えっと、
教えなきゃダメ？どうしても？わかるよ。これでしょ。レナの匂いがしたから。レナの手作りのリンゴのウサギさんが食べたいな、なんて。ケイちゃん、また明日ね。ミオ、今日はありがとな。楽しかったぜ。また明日ね。ケイチ君も今日は付き合ってくれてありがとう。楽しかった？ああ、楽しかった。まだ家に帰るのが惜しいくらいだぜ。あ、じゃあさ、ちょっとだけ寄り道してもいいかな、かな。寄り道？遠いのか？ちょっと歩くけど、すぐ済むから。今日は久しぶりだから何かあるかな？ね。
久しぶりって、レナの用はあのゴミの山かよ。ゴミじゃないよ、レナにとっては宝の山だもん。待てよ、今行くから。あっとだだだ、いいよ、ケイチ君はそこにいて、すぐ済むから。転ぶなよ、足元に気をつけろよ。大丈夫だよ、大丈夫、全然平気。びっくりした。驚いたのはこっちですよ。ごめんごめん、驚かすつもりはなかったんだ。君は雛見沢の人ね。僕は富武、フリーのカメラマンさ。雛見沢にはたまに来るんだ。写真ってのは被写体に断ってから撮るのが礼儀なんじゃないんすかね。ごめんごめん、メインは野鳥の撮影でね、断った試しがないんだよ。いやいや、夕闇に黄昏る少年があまりにも絵になっていたんだね。本人の許可を取らずにファインダーを覗いたことを謝るよ。彼女はあんなところで何をしているんだい。さあね、昔起こった殺人事件の死体でも探してるんじゃないですか。嫌な事件だったね。まだ見つかってないんだろう。馬に蹴られる前に退散するかな。驚かせてすまなかったね、ケイチ君。ケイチ君、怒ってる？どうしてだろう、だろう。どうだった？掘り出し物は見つかったか？ランディ君人形ってあれか、ファーストフードの店の前に必ず置いて。あれはゴミだろ。そう、ランディ君。かわいい、お持ち帰りしたい。あれはゴミだろ、お持ち帰りしたきゃしてもいいんだぜ。他の山の下敷きになってるの、簡単には掘り出せないし、あそこ明かりがないからすぐ暗くなっちゃうし。俺も手伝ってやるよ。今日のうまかった弁当の恩返しってことでさ。
なあ、レナ、あそこで昔なんかあったのか。ダムの工事をやってたんだってね。詳しく知らないけど。ふう。例えばさ、工事中になんかあったとか、事故とか。知らない。実はね、去年までよそに住んでたの。え、レナも転校生だったのか。俺はてっきり。だからね、それ以前のことはよく知らないの。ごめんね。